村の鍛冶屋の山谷です。こんにちは、今日はカレーライスとカレースプーンについてやっていきたいと思います。一応これが高桑さんのカレースプーン、これが至福のカレースプーン、でこの3つが、山崎金属さんノーベル賞のカトレーで作っている山崎金属さんのカレースプーンになります。で一応これが右利き用、右利きで食べるときに食べやすいっていうので右利き用、これは、左って言って左で食べる用の左利き用になります。まあこれが高川さんの一番安いんですけど、まあ磨きがまず違うっていうのが分かるかな、画面で近づいて分かりますかね。まず磨きが全然違うっていうので、まあこれがほぼほぼ値段の差になります。まああとまあこれもそうですね、磨きとあと横薄さ、はい、入ってる、はい、この辺の深さとか薄さによってどんだけ食べ応えが違うのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。お米を炊いていきます。とりあえずもう2合用意してありますので、これで作っていきたいと思います。一応カレースプーン、これ高川さんのカレースプーンです。まあもうこうやって食べるよって、うんうん、まあまあすいません汚いですけど、これは汚いけどね。まあまあ抜けるよと、まあ薄いんで、先端が薄いんで抜けるよっていう感じですね。で至福のカレースプーン特徴が、あの普通こう切る部分ですね、それがちょっと外側にちゃんと向いてるっていう、これがこうなんていうか、こうなってる、図で描くと超難しいですけど、これがちょっとここの辺りがいいっていうような感じになってます。まああと持ちやすいっていうのもあります。うんうん、抜けと厚みをちゃんと感じて、結構あの使いやすいスプーンです。で、これ山崎金属さんの、これ普通のキャリーって呼んでるやつ、まあ両利き用のやつですね。これで食べると、よっ、うん、微妙。多分ね、口ちっちゃい人だったらいいと思うんだけど、なんだろうな、当たるんだよね、ここにちょっと深い分、うん、深い分ここの唇に当たるっていうのがあるんで、はい。じゃああと次、右利き用の柵ですね。まあこれ確かに右利きだけあって、あのすくいやすい、ここのこれが丸で終わってんじゃなくて、ちょっとこう平らになってる部分があるんで、まあ抜けがいいっていう感じのやつです。ただどうかな、結構深いかな、うんうん、ちょっとねこの辺がもしかしたら当たるかっていう感じのやつです。あの村の鍛冶屋に来てもらうと、これみんな試して口の中に入れれるんで、それがいいんだか悪いんだかな。ぜひ来たらやってみてください。
良かったのは一番良かったのは俺的にはこれかな。ここに当たらないのでねっていうので、これからあのスタッフでちょっとこれ食べながらやってみます。ではまた、じゃあねー、ありがとうございます。